転校生様、フランスはパリにようこそ。とは言っても観光は後回しです。今はクエストに集中しましょう。すでにお聞き及びだと思いますが、ジャンヌ・エイメが失踪しました。はい、用心令嬢の拉致事件を捜査していた際のことです。こうして私たちが派遣されたのは、ジャンヌの失踪理由が不明なため、もし敵に捕らわれたか考えたくありませんが、すでに死んでいるなら相手は始祖十家を倒すほどの力を持っているということになります。霧がなくなり魔法が弱体化したとはいえ、それでも始祖十家は強いのです。その彼女が負けるなど普通はありえない。ですが実際に彼女は失踪し、拉致された令嬢は未だ戻ってきていません。ただごとではない、そう考えます。どうかお気をつけください。私がお守りしますが、敵の実力も詳細も全てが不明です。リアンネの使徒が協力してくれますが、それでも苦戦は必至でしょう。ですが私たちは断固たる決意を持ってこの試練を乗り越えなければ。それでこそグリモアですから。静かですね。事件が起きてから観光客や住民はこのエリアから退去しています。なのでここにいるのは私たちとテロリストだけ。なのにテロリストが攻撃してくる様子がありません。一体どういうことなのでしょう。さすがに不安になってきました。戦闘の気配すらありません。あれはまさかジャンヌ。テロリストも現れました。彼女を狙っているようです。罠だろうが何だろうが、ジャンヌはフランスの救世主。助けなければ。はい、私が向かいます。転校生様は皆様とここに。援護をしていただければ幸いです。はい、ありがとうございます。神のご加護のあらんこと。それではヴィアンネの使徒、私立グリモワール魔法学園シャルロット、正義の鉄槌を下しに参ります。